を見ても元気ありそうなポーズ。どうもダイバーシティにお越しの皆さんこんにちは。元 AKB48 の子がボーカルやってますウェフロンティックマツコマジャパンでーす。イエーイ。ほらこんなにファンの方が集まっています。本当っぽいでしょ、 AKB っぽいでしょ。すごいんですよ。あのね、私関西行った時もその土地土地によって所属していたアイドルグループを変えてみたんですよ。効果あった？ありました。あー、やっぱり止まってくれる一瞬は。あー、そう、結構NMB なのみたいな、 SKE なのみたいな感じで。それどこでも行ってるわけ？どこでも行ってます。いつか怒られる。怒られるかな、やっぱ。いや、売れたら言わなくない？大丈夫です、自称って言ってるんで。そうか、そうか、自称自称やったら大丈夫や、ね、うん、自称だったら。結構自称プロサーファーとかさあるじゃん。ダメなやつとか、岡サーファーみたいな。そうそうそう、岡 AKB。 そうそう、こんな感じだよ。岡にしかおらんよ。AKB は普通はね。そうです。あ、よかったら見ていてくださいね。ありがとうございます。なんだっけ、なんか言おうと思ったんですけど、告知、私たちは東京で活動しているバンドでして、ライブがいろいろ決まってまーす。はい、ありがとう。ですね、今42日間インストイベントっていうのやっていて、42日間連続でバンドのくせにアイドル商法に乗っかろうというイベントをやっています。で、今日は33日目。すごい、残すところあと10日。そう、まあ、10日ぐらい、9日かな。なんでしょう、マツコマさんがいない間にそんなに回を重ね、僕ようやく2個目、2回目来たの。2回目、そう、1回見に来たのと、そう、出たので、そう、ハンコが2個目がもらえますね。そうですよ。なんで、そうだって、ちょっとやっぱ距離ありますもんね、みんなと。そうなのよ、うちらも仲良し。こういう時だけ出てきてみたいな。暇な時しか来ないんでしょって感がね。いやいや、え、今日なんで来ようと思ったんですか。え、逆に、いや、どうして今日、うん、来てくださったのかなって思って。いや、来てくださったっていうか、メンバーだから。いやいやいや、なんか気分が乗らないと来ないみたいな。そんなことはないからね。そういうことじゃない。そういうふうに世の中にね、思わせようとする悪の勢力がいる。ああ、そういう勢力が。そう、大人と違う。そう、悪の勢力によってね、封印されとるから。そっか。そう、でもしかしたら、でも最初で最後かもしれないじゃない。だから要所要所出てくださいって言って、うんうんうん、多分今日が要所だったんだろうね。あ、そういうことか。そうそう、それで要所要所のつもりで来たら、そんなにキャーってなんないみたいな。プールにはそうでもないですねって言われて、ちょっと悲しい気分。いや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 、言ってないでしょ、かわいい。要所要所に来てこういう帽子をかぶらされるみたいな。いいじゃないですか。あ、皆さん、この人こんな帽子かぶってますけど、柴崎コウさんとかにも曲書いてるんですよ。ラバソーとか書いてる人で有名な方なんですよ。ラバソー知ってます？そうだよ、ラバソーだよ。ダーリン愛してるよ。それですよね。めっちゃ恥ずかしいですね。あのね、使えるものは全部使っていくスタンスで今までもやってきてるんです。そうね。そうそうそう。言っとけ言っとけ。言っとけ。あとは何かあります？有名なもの。フライングヒューマノイド。ショコタンにも曲を書いてますよ。おお、キスマイフットね。あ、キスマイフットですね。キスマイフット、キスマイフットさんにも曲を書いてますよ。おお、一人だけすごい人が混じってます。もうね、どう対応していいかわからないよ。そっか、先に教えといて、そういうどう言ったらいいかを。私も行き当たりばったりで生きてるから、ちょっとその日その日によってね。なるほどね。はい、変わってくるんです、はい、なるだけ分かるように徐々に徐々に徐々に分かり合っていけたらなと思います。はい、もうバンドなくせにね。バンドなくせに。で、今日は33回目で、明日が34回目が池袋であります。サンシャインっていうのかな、サンシャインしている中で、新生堂でやりますので、あさってもそして池袋でやりますので、無料で見れます。そう、ありがとう。でもこう見に来ると CD を買って握手しなきゃいけないんじゃないかというね、気持ちになってしまうから、ただより高いものはないというのはね、よく言ったものでできた言葉ですね。ですが、ライブは無料で見れますので、気になった方いましたらぜひ遊びに来てください。
あとホームページやツイッターありますので、そちらフォローしていただければ随時情報が更新されてますので、そちらをチェックしてください。お願いします。ありがとう。あとは、8月21日にですね、渋谷ツタヤオーイーストという場所で新生かまってちゃんとアーバンギャルドさんと、ビジュアル系のサグさんと4人でバンドをやるんじゃない、4人で対バンドで4バンドでライブをやらせていただきますので、よかったら来てください。あと8月19日から20日にかけてワンマンライブをします。オールナイトで、私の誕生日とそのジャポニカ2の発売記念のリリースパーティーみたいな感じでやるんですけども、なんとチケットが完売しました。ありがたい。やっとしました。初売り切れ。そう、いや、ファースト売り切れてる、ね。ファーストも売り切れて。ファースト売り切れて。ファースト売り切れて、ちょっとすっげー叩かれたやつですよ。叩かれて、ちょっと2回目は売り切れて。2回目は、ギリギリ売り切れ。2回目は当日券で一応ソールドみたいな扱いにはなるぐらい入り。3度目の正直。3度目で、結構かかってますよ。こう、1回目で、おいって言って、2回目で、おーいいんじゃないかみたいな感じになって、3回目でそれがまぐれだったのかみたいなところですよね。かかっとるね。かかっとります。気合入ってます。気合入ってますか。気合しかもうないですね僕に関しては。気合入ってますか。入ってる。あの人面白いんですよ。面白いよ、めっちゃ。同じ人自身やだけで。ああ、そっか。だからまだ私と二人で、なんか、楽屋に、楽屋に二人になろうとすると、絶対ついて、どっか外出ちゃっちゃうんだ。それは違う、たまたま。俺もタバコを言ってくるわ、とか言って、そう。さっき誰もおらんくらい。そうですよ。一人で楽屋にいることが。可愛いからね、プール。なんでまた緊張するんだよ、ね、みんなの前でその褒め合いいいじゃないですか。緊張するんですよ。あんまりプール可愛いからな。あ、ありがとうございます。おじさんたちが何か言っておりますね。動揺した。動揺した。褒められないもんだって普段。可愛いじゃん。ありがとう。すげえ可愛い。あ、つくばさんもかっこいいですよ。そう。うん。お前もね。どうしたらいい。これ終わりが見える。そう、終わりがないんです。終わりない。困っちゃった。困っちゃう。困りました。じゃあ最後。そんなもんですかね。うん、そんな感じで。で、今日やった曲はジャポニカっていうもう出てるアルバムと、今度出るジャポニカ2に入ってますので、まあ、ちょっと様子は違うんですけど、 CD に入ってるものは今日アコースティックなので、びっくりするかもしれませんが、いいなと思った方いましたらぜひ予約して帰ってください。お願いします。ありがとう。では